得体の知れない落とし物を見つけたら君はどうするかな。2001年5月19日、韓国ソウル特別市ソンドン区。日が昇って間もない朝方、住宅街を一人の男性が練り歩いていた。今日はぼちぼちだな。男はそう言いながら腰を回収していく。これが彼の日課であり仕事だった。しばらくすると路地に登山用のリュックが置かれているのを男は発見する。落とし物か？何が入ってるのかな。男はそのリュックの中身が気になり、ファスナーに手をかける。おい、なんだこいつは。中に入っていたのは3つの真っ黒なビニール袋。ずっしりと重く、依然としてその正体はわからない。この時点で嫌な予感がしていた男だったが、好奇心を抑えることができなかった。その袋のうちの一つの口をほどく。すると、うわー、男は叫び声を上げたんだ。この時、その真っ黒な袋に入っていたもの、それは4歳少女のバラバラ死体。アルゴ X プレゼンテッドバイアルゴメトリー。アルゴメトリーの姉妹チャンネルであるこのアルゴ X で支配人を務めるルナ・テミスだ。今回ご紹介するのは、21世紀に入って間もない韓国で起こった4歳少女バラバラ殺人事件について。普通殺人犯は遺体が見つかることを恐れ、見つからない場所に隠すなどするわけだが、どういうわけかこの犯人はわざわざ街中に置いていた。そしてその遺体には奇妙な跡のようなものが残されていたんだ。犯人は何者で、目的は何なのだろうか。この猟奇的な事件の全貌に迫っていこう。消えた少女。2001年5月10日、韓国ソウル特別市ソンドン区。辺りが暗くなった頃、警察署に真っ青な顔をした男性が駆け込んでくる。助けてください。娘が。あまりに必死な男性の様子に驚きつつも、警察官は落ち着いて経緯を説明するように促した。するとその男性は何があったのか順を追って説明し始める。数時間前、その男性は6歳の息子と4歳の娘キム・ユンジちゃんの2人を連れて春南チョン堤防というところへ出かけていた。そこは堤防の上に作られた道路に何万本もの美しい花が植えられている観光名所で、父と幼い子供2人はそこで幸せな時間を過ごしていたんだ。ここはジョギングにもうってつけの場所であったため、父親は6歳の長男にこう話す。パパは少しだけ走って汗を流してくるよ。ユンジを見ててくれ。ここから離れるんじゃないぞ。あまりにも幸せで平和すぎたためなのか、父親は軽い気持ちで子供たちを置いてジョギングに行ってしまう。そして彼は後ほどこの決断を激しく後悔することになる。父親が子供たちから離れた時間はおよそ30分。待ち合わせ場所で待っていたのは6歳の息子1人だけだった。ユンジはどこに行ったんだ。娘がいないことに慌てふためく父親。一人残されていた息子も気づいた時にはユンジちゃんがいなくなっており、彼女の行方は全くわからないという。家族総出であたりを探索したが、ユンジちゃんはどこにもいなかった。そして事件の可能性を考えた父親は慌てて警察に駆け込んだというわけだ。すぐに警察がユンジちゃんの捜索に乗り出したものの、何の手がかりもつかめぬまま時間だけが過ぎていく。そして失踪から9日後の5月19日午前6時頃、事件は急展開を迎える。腰回収の男性が住宅街に放置されていた登山用リュックを発見。中身が気になった男性がリュックを開けると、中には真っ黒なゴミ袋が3つ入っていた。そしてその袋の中身を見たその男性は驚きのあまり腰を抜かす。それは小さな女の子のバラバラ死体だった。この女の子の身元は間もなく判明する。そう、9日前から行方がわからなくなっていたユンジちゃんだったんだ。捜査官たちは犯人への強い怒りを原動力に本格的な捜査を開始する。見つかったユンジちゃんの遺体には不自然な点があった。まず胴体部分には不可解なあざのようなものが残されていたんだ。それは何かで押されたかのような跡で、一定の間隔で残る謎の縦じまだった。もしかしたらこれが犯人への手がかりとなるかもしれない。捜査員たちはそう考えた。しかし何よりおぞましかったのは、バラバラに切り分けられていた少女の遺体にどうしても足りない部位があったことだ。少女の体を切り分けた後、犯人が持ち去ったとみられるその体の一部とは、頭部と性器。わざわざ人目のつく場所に遺体を置いた犯人は、自らの存在を示したかったのかもしれない。この考えを裏付けるように犯人は再び世間を騒がせるショッキングな出来事を起こすんだ。半地下の男。ユンジちゃんが失踪してから11日が経過した5月21日午前9時30分頃、韓国北西部キョンギドにあるとある旅館。従業員は困惑した表情を浮かべていた。
彼らを悩ませているのは客室から聞こえる水が滴るような音。何の音だろうか。客室には今は誰もいないはずなのに。従業員は音の出所を確認しようと考え、そっと室内に足を踏み入れる。どうやら音はトイレから聞こえているらしい。従業員の目に飛び込んできたのは、引っ掛けるようにしてぶら下げられていた謎の黒い袋。そこから赤黒い液体が滴り落ちていたようだ。従業員は袋の中を確認し、驚きの声を上げる。なんとその袋の中には子供の体の一部が入っていたんだ。従業員はすぐに警察に通報。調べてみたところ、それは見つかっていなかったヨンジちゃんの下腹部の一部であることが分かったんだ。その部屋に泊まっていた客は行方をくらましており、おそらく偽名だったのだろう。身元は特定できなかったが、応対した従業員によると40代くらいの男性だったという。おおよその年齢と性別が判明したものの、犯人についての情報はまだまだ足りないね。今のところ手がかりとなりそうなのは、ユンジちゃんの体に残されていたあの謎の縦縞のようなあざだろう。そして執念の捜査の結果、ついにその謎が解き明かされるんだ。これだ、間違いない。幼い少女の体にうっすらと残されていた謎のあざの正体を探っていた捜査員は思わず声を上げた。これはおよそ 1.5 センチ間隔で残されており、その形に合いそうなものをピックアップし照合していったんだ。そして謎のあざの正体が明らかとなる。この技を作ったもの、それは冷蔵庫。正確には冷蔵庫内部の底、プラスチックの凹凸だった。つまり犯人はユンジちゃんを殺害した後、バラバラにした体を冷蔵庫に入れて保存していたんだ。そしてこの情報は犯人特定へのヒントとなった。というのも、犯人が使用していたとみられる冷蔵庫は古いモデルで、よくあるものではなかったんだ。そこで警察は近隣の住宅や店舗をしらみつぶしに捜索。同じタイプの冷蔵庫がないかを確認して回ることにしたんだ。こうした必死の捜査の末、警察は容疑者を数人にまで絞り込む。その中でも最も疑わしかったのがチェ・イングという人物だ。なぜなら彼には前科があった。イングは98年にもソウルで女児を狙った性的暴行事件を起こし、出所したばかりだったんだ。さらに彼の住まいがユンジちゃんの自宅からそう遠くない場所だったことも分かっている。警察は早速イングの元を訪ねることにしたんだ。第一容疑者のイングの住まいは、韓国では半地下と言われるアパートだった。半地下と聞くと、2020年にアカデミー賞を受賞した韓国映画パラサイト半地下の家族を思い出す人も多いんじゃないかな。ここで本日のメトラーキーワード、韓国の半地下について。韓国の半地下とは、文字通り半分地下に埋まっている特殊な住宅のこと。もともとは北朝鮮のテロ攻撃から身を守るため、1970年に防空壕としての半地下が住宅に義務付けられたのが始まりなんだ。半地下住宅は日光が届かないため、室内は常に薄暗く、夏は蒸し暑い。他にも湿度が高いため、カビが発生しやすいなどのデメリットが存在する。その分家賃も安く、貧困層が多く住んでいることから、韓国格差社会の象徴的存在となっているんだ。そして半地下に住んでいたイングもまた貧困にあえぐ生活を送っていた。なお2022年に起きたソウル市の集中豪雨で半地下住宅に多大な被害が出たため、以後の半地下住宅の建設は中止されており、半地下廃止に向けて韓国社会は動き始めているんだ。そんな半地下に住むイングの家で、警察はおぞましい光景を目にすることとなる。貧困と孤独。第一容疑者としてイングの名前が挙がっていたものの、この時点では証拠は何もなく、警察は藁にもすがる思いで彼の半地下住宅を訪れる。警官の一人が古ぼけた玄関ドアを叩いてみるが、中からの反応はない。やむを得ん、突入するぞ。意を決して警察は家に踏み込むことにしたんだ。警察官数人が勢いよく室内に入ったが、そこには誰もいなかった。逃げられたか。証拠を探せ。何でもいい、必ず見つけるぞ。事前に入手していた情報通り、キッチンには事件で使われたとみられる古いモデルの冷蔵庫が置かれている。冷蔵庫の底の部分には確かに血の跡のようなものが残っていたんだ。こいつが犯人である可能性が一気に高まったぞ。そのことを裏付けるように、部屋からは次々と疑惑の品が見つかっていく。血がべっとりと付着した包丁、チェーンソー、子供用のヘアピンと衣服。もうイングが犯人で決まりだろう。そんなムードが漂っている中、室内に声が響き渡る。来てください、早く。急いで声のする方へと向かう警官たち。その先には青ざめた顔の同僚と蓋の開いたゴミ箱があった。そのゴミ箱の中には見つかっていなかったユンジの頭部、そして取り出されていた2つの眼球が捨てられていたんだ。
ついに見つかった少女の頭部。それにしてもわざわざ眼球を取り出すなんて、イングは一体どういう精神状態だったのだろうか。警察は彼の過去を調べることにする。警察は消えたイングの行方を追うとともに経歴を調査。そこからイングのこれまでの人生がわずかながら見えてきたんだ。まず分かったことは、イングの最終学歴は小学校卒業であること。その後は家出をしていた。それから工場で働き、この時はごくごく普通の暮らしを送っていたようだ。しかしこの時、イングの人生を変える出来事が起こってしまう。イングは工場での作業の途中、誤って左手の指2本を失ってしまったんだ。このような事故は稀に起こるものだが、さらに最悪なことに、本来なら受け取れるはずの手当をもらえなかった。この出来事がきっかけでイングの生活は困窮し、半地下のアパートに住むことになってしまったんだ。また彼には家族や友人、恋人のような親しい人間がいなかったと見られている。そのためイングは孤独に苛まれながら、ジメジメとした半地下生活を送っていたんだ。この時の生活と少女への殺人が直接結びつくものではないが、精神状態を悪化させたきっかけの一つにはなっていただろう。そんなイングは半地下の家を離れ、どこに消えたのだろうか。その行方を追っていこう。捜査官たちはイングの職場を特定、聞き込みに訪れていた。イングさんがどこに行ったか知りませんか。捜査員のこの問いに上司はこう答えている。知らないね。急に辞めるから給料をまとめてくれって言い出してね。だから小切手を渡したんだよ。それがイングを見た最後さ。これを聞いた捜査官は、この小切手がどこかで使われた形跡がないかを調査する。その結果、ソウル市の北部にあるソンブククという町の居酒屋で小切手が使われていたことを突き止めたんだ。ソンブククの宿泊施設に警官が派遣され、ついにイングを発見。こうして第一容疑者チェ・イングの身柄を拘束することに成功したんだ。次の犠牲者が出る前に捕まったことは良かったと言えるね。彼は取り調べで動機について語り出したんだが、その内容は意外なものだったんだ。犯人の告白。逮捕されたイングは事件を概ね認めた上、動機についてはこのように語った。俺は職場での事故で指を失ったんだ。本来もらえるはずの保証ももらえず、不自由な毎日を送ることになった俺の気持ちがわかるか。俺は金が欲しかっただけなんだ。イングによると、裕福そうに見えたユンジちゃんを誘拐し、身代金を要求するつもりだったという。しかし誤って殺してしまったため、自暴自棄になったイングは遺体をバラバラにして街中に捨てた。これがイングが語った殺人を犯した理由だ。しかしこのイングの発言、これは全くの嘘。身代金目的の誘拐であるならば、仮に誤って殺してしまったとしても、わざわざ人の目につく場所に遺体をばらまき、犯行をアピールするのは全くの逆効果だろう。そして何よりも、ユンジちゃんの遺体には性的暴行の痕跡が残されていた。イングの真の目的が自らの欲望を満たすためであることは、疑いようのない事実だったんだ。もしかしたら、わざわざ性器を切り取ったのは性的暴行目的の殺人だとバレないようにするためだったのかもしれない。これらのことを突っ込まれたイングは、観念し事件の詳細を語り出す。ユンジちゃんが消えたあの日、イングは夜通し酒を飲み、酔っ払って街を徘徊していたという。そんな時に、たまたま一人でいるユンジちゃんを見つけたんだ。もしかするとユンジちゃんは、自らお兄さんと離れた場所まで移動してしまっていたのかもしれない。この時、言葉にするのもはばかられるような残虐な計画がイングの頭の中に浮かぶ。アイスクリームを買ってあげるから、おじさんの家に行かないかい。こうして薄暗い半地下の家にユンジちゃんを連れ込み、暴行を加えようとする。この時イングは睡眠薬を飲ませようと試みた。しかし抵抗され、うまくいかない。この時ユンジちゃんは悲鳴を上げたため、イングは首に手をかけ殺害。自らの欲を満たした後、イングは少女の体をチェーンソーで16個に切り分け、冷蔵庫で保存。それから2回に分けて遺体を遺棄したんだ。そんなイングには最終的に無期懲役の判決が下され、現在も刑務所で服役している。このような凶悪事件の影響もあり、現在の韓国では性犯罪者に GPS をつけるなど対策が取られている。それでも性犯罪は後を絶たないんだ。たとえ犯行の裏に同情の余地のある事情や貧困などの社会情勢が関係していたとしても、わずか4歳の少女がこのような目に遭ったことに対しては、怒り以外の感情は湧いてこないね。さて、最後にメトラーの皆さんに一つお知らせがあるんだ。君はアルゴメトリーで仕事をしてみたいと思ったことはあるかな。実は今、アルゴ X では動画クリエイターを募集しているんだ。応募フォームを動画の概要欄と固定コメントに貼っているから、興味がある人はぜひそちらを覗いてみておくれ。一緒に仕事できるのを楽しみにしているよ。